2022年12月に入ってロシア軍が南部ヘルソン州ノーバカホフカを完全放棄して60キロ撤退しているという情報が流れたよね。これが事実ならオレシキーに続いて2つ目となる放棄で、ロシア軍も戦況が悪化していることがわかるぜ。プーチン大統領も国内外で追い込まれているよね。ウクライナ側の東岸での奪還スピードも加速し、アメリカが新たに供与する150キロ射程ロケット砲が戦況を変えると思うぜ。そうだね。さて今回はウグンドニプロ川とか上陸奪還成功について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナ南部に位置するヘルソン州ノーバカホフカにおいてウクライナ側で活動するパルチザンによると、ロシア軍がノーバカホフカからロシア側が指名した占領行政関係者などをすべて連れ出して、後方に退避させているという報告を受けていたことを明らかにしたよ。11月中旬にヘルソン州のドニプロ川東岸では、ロシア軍がヘルソン市の対岸にあるオレシキーを放棄したという情報も入っており、衛星から丸見えの塹壕を東岸の野原で掘るなど防御陣地を構築していると伝えられている中、少しずつ後退しているのではないかとの見方が強まっていたね。また、同じく11月にドニプロ川河口にあるキンバーンサスからの反攻をウクライナ軍が計画していると報じられていたが、河口のドニプロフスカ湾を含めたムイコラーユ州を、ウクライナの穀物輸出のための穀物回廊に含める交渉が慎重に進められていることから、軍事作戦を決行するのは難しくなるだろうな。以前よりウクライナ軍はドニエプル川東岸に展開するロシア軍が川沿いの拠点を放棄して、15km から20km ほど内陸に後退しているという戦況を明らかにしていたんだけど、現地で活動するパルチザンはロシア軍がノーバカホフカから占領行政の関係者、ロシア軍の協力者、新ロシア住民などをすべて連れ出したと報告していて、この件を裏付けるような情報は出てないものの、真実であればドニプロ川東岸でロシア軍が放棄したことが報告された拠点はオレシキーに続いて二つ目として数えられるんだ。このノーバカホフカはヘルソン市からドニプロ川を 60km ほど遡ったところに位置しており、巨大なダムと流れ込み式で 357MW の発電力を持つ水力発電所を有していて、ドニプロ川にある6つ目のダムかつ下流域では最後のダムで水深が深いことからカホフカは港湾都市でもあり、ダムには大型船が通過するための港門などが設置されているくらいだよ。ここにあるダムによってカホフカ貯水池からの水は、クリミア半島の貴重な水源として利用され、北クリミア運河など複数の運河を経由し、ウクライナ南部とクリミア半島北部の広い地域の灌漑にすることも目的とされていて、同ダムは1950年9月に建設が開始され、最後の発電機が設置されたのは6年後の1956年10月とされ、周辺地域に電力を供給しているぜ。今回のウクライナ侵略戦争が開始されてすぐにロシア軍の占領下になっていたんだけど、夏以降ムイコラーユ州にまで押し込まれていた戦線を、ウクライナ軍がヘルソン州内に押し戻すと、ロシア側がカホフカ水力発電所のダムを破壊して下流域にダメージを与える作戦を、立案している可能性が伝えられるようになるくらい戦略的な要衝となっていたね。10月20日の国民向けのビデオ演説においてゼレンスキー大統領はカホフカダムが破壊されるようなことがあれば、下流域で大洪水を引き起こすことになり、大量破壊兵器の使用に匹敵する被害が生じるだろうと牽制し、ロシア側が自作自演する偽旗作戦によってダムが破壊される可能性を示唆していたんだ。もし破壊されるようなことがあれば、一般市民にも多くの被害が出ていただろうね。一方でドニプロ川西岸地域に展開していたロシア軍部隊が、ガワイ島への撤退を進めていた11月6日にロシアの国営タス通信は、ウクライナ側のロケット砲ハイマースの攻撃によってダムの水門が破壊されたと報じており、ウクライナ側がダムを破壊しようとしていると非難していたぜ。また、ロシア軍がドニプロ川東岸に撤退を完了したと言われている11月11日に、カホフカダムの低調部にある自動車道がロシア軍によって破壊され、貯水池から水が一部放出していることが確認されたが、決壊するようなことには至らなかったようだな。
これは有名な話の一つでもあるが、ウクライナ軍が南部ヘルソン州のロシア軍を劣勢に追い込んだ立役者として、アメリカから供与された高機動ロケット砲システムハイマースの存在が最も大きいと思うぜ。もともとハイマースはアメリカ軍が開発した多連装ロケット砲システムマースの一種で、かつて東西冷戦時代に、旧ソ連を盟主として東欧諸国が加盟していたワルシャワ条約機構軍では、ソ連軍伝統のドクトリンとして圧倒的な数の戦車大隊を前面に押し立てて、これまた大量の榴弾砲などの重火砲の援護の下で敵を圧倒する機構戦を展開する中、アメリカ以下の NATO 加盟国が保有する全ての戦車を合わせても東側諸国が保有する戦車数に対抗できないとされていたんだ。つまりアメリカ軍が広範囲の戦場において短時間に多数のロケット弾を撃ち込み、圧倒される数の東側の戦車の動きを止めるために開発した兵器がマースというわけだね。さらにアメリカ軍が開発した M270 は、227mm ロケット弾であれば6発、長射程精密誘導ミサイルのエイタクムスなら1発を搭載できるランチポッドと、呼ばれるコンテナ型の発射機を2機搭載したまま移動することが可能で、それらを約 4.5 秒の発射間隔で発射でき、前弾を発射し終えると次弾が装填されたコンテナを積み替えるだけで約8分後には再び発射することができるんだ。確かに戦車の突撃を阻止する火砲としては非常に有用な存在でありながら、その車両重量が25トンもあるため、輸送においては長い滑走路を必要とする大型輸送機に限定されちゃうよね。だからこそ世界各地に緊急展開する任務を持つアメリカ軍にとって運用が難しい欠点があったな。それを克服するため、アメリカ軍は FMTV 中型戦術車両ファミリーと呼ばれる約5トンとされる軽量型6輪駆動タイプの車体に、マース用ランチポッド1機のみを搭載するハイマースを開発して短い滑走路などでも、離着陸可能な中型輸送機で空輸ができるマースとして装備を進めていたんだ。開発されたハイマースは 90km ほどの射程距離を持つ GPS 精密誘導のロケット弾を発射することができ、ウクライナ軍はこれによってドニプロ川に架かる3本の橋をピンポイントで攻撃するなどロシア軍にとって重要な補給路を断ち、後方兵站集積施設を破壊してヘルソン州のロシア軍を弱体化させることができたよ。しかし、現在ウクライナ軍が奪還に成功したヘルソン市はドニプロ川東岸からロシア軍の榴弾砲の射程内にあり、それが精密でないにしてもウクライナ側としては市民を避難させなければないため、対応に苦慮しているみたい。そのような状況にあるウクライナ軍に対してアメリカ国防総省が射程 150km を誇る、小型精密誘導爆弾を提供するとして11月28日にロイター通信が報じていて、この小型精密誘導爆弾はアメリカのボーイング社とスウェーデンのサーブ社が共同開発したもので、正式にはグラウンドローンチとスモールダイアメターボム GLSDB 地上発射型小直径爆弾と呼ばれており、ロッキードマーティン社製の 227mm ロケット弾 M26 のロケットエンジンに、ボーイング社が開発した航空機搭載用の誘導爆弾 GBU-39BSDB 小直径爆弾を組み合わせたもので、サーブ社が接続部分の開発を担当しているという内容だったんだ。これらは精密誘導に必須の全地球測位システム GPS と管制後方装置 INS の組み合わせて埋め込まれており、命中精度 CEP は3メートル以内と驚くべき数値であり、ハイマースや M270 などのマースから発射することが可能となっているよ。命中精度 CEP は3メートル以内と驚くべき数値であり、ハイマースや M270 などのマースから発射することが可能となっているよ。また M270 の発射装置ランチャーは前方の目標への攻撃にのみ対応しているが、GLSDB は発射された後に空中で GBU-39BSDB 小直径爆弾が切り離されるために、車体の側方や後方など全方向の目標に対する攻撃まで可能としたぜ。ウクライナ軍では以前よりハイマースや M270 から発射可能で最大射程距離 300km とされる、MGM-140 アーミータクティカルミサイルシステムエイタクムスの供与をゼレンスキー大統領からも強く望んでいるが、
アメリカのバイデン政権はウクライナ軍がロシア本土への攻撃が可能になることで、ロシア側を刺激するとして提供を躊躇しているが、射程距離が 150km ある GLSDB を手にすればロシア軍の遥か後方まで攻撃を加えることが可能となり、これまで以上に後方兵站を撹乱する作戦を遂行することができるだろうね。アメリカ軍には、誘導爆弾 GBU-39BSDB 小直径爆弾と 227mm ロケット砲 M26 の在庫が豊富にあるとされており、GLSDB は早ければ2023年春頃にウクライナ軍に供与される可能性があると言われているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。